叱られる。もっと聞いてんじゃねえよ。電話で参加していただくクイズコーナー、クイズあこちゃんに叱られる。今週もチャンス2倍です。見事正解されると賞金1万円をお二人に差し上げます。お答えいただく方は今日ファックスメールをくださった方の中から抽選で選ばれた幸運な方お二人です。まずは最初の方にこちらから電話をかけます。はい、5回コール以内に出てください。本当に出てほしい。さあ今まさにダイヤルしております。はい、メール送った方はどうぞ出られる体勢で待っててください。今かけてます。はい、1回です。2回。もしもし。もしもし。あこちゃんです。どうも。こんにちは。こんにちは。横浜市のラジオネームみのりん。いや違います。あれみのりんじゃないわ。あ、ごめんなさい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 。神奈川県のはいはい、相模原ラジオネームはるちゃん。はるちゃんの方ですね。そうです。あ、はるちゃん、ごめんなさい。みのりんちゃん今聞いてびっくりしてたんですよ。ごめんね。2枚目を読んでしまった。ごめんなさい。はるちゃんです。はるちゃん、はい、はい、ごめんごめん。はるちゃん27歳。はい、そうなんです。うん、いつも土曜日聞いてくれてんの。はい、土曜日家にテレビないのでラジオいつも聞いてます。あ、嬉しいな。さあ今日はちょっとチャンスよ。はい、それでは、はい、問題です。はい、サービス問題なので絶対に当ててください。来週12月2日金曜日、あこさんは NHK で夜7時57分から放送されるあの人気番組に出演されます。 MC はナイナイの岡本さん、もとい岡村さんです。このあこちゃんに叱られるというタイトルの元にもなっているその番組とは何でしょうか。1番チコちゃんに叱られる、2番猫ちゃんに叱られる、3番エコちゃんに叱られる、4番タコちゃんに叱られる。4択です。さあさあ、はるちゃん今の問題の答えは何番。1番チコちゃんに叱られるです。正解。正解。ああ、よかったよかった。もうね、名前は間違うわ。もうこれが当たらへんかったらどうしようかと思って。ちょっと責任を感じましたね。今日2人でね、紙4枚あるんですよ。そうなんですよ。ね、まあ、念のためにね、こういうスタンバイしてることもある。いや、でもおめでとうございます。1万円です。よかった。ありがとうございます。効率よく使ってくださいね。はい。はい、お元気で。はい、ありがとうございます。失礼いたします。はい、おめでとうございました。さあ、まずは最初の方が1万円ゲットいたしました。はい、ごめんなさい、私のミスでね。すいません。次もこの人しかないわな。それでは続いての方へ電話をかけます。はい、2問目でございますが、さあ、5回コール以内に出てください。はい、なんでこんな間違いするかな、私。はい、1回。はい、ちょっとなんか元気ないわ私。え、出てるやん。はい、それです。もしもし。はい、はるちゃん。え、あれあれ、あ、違う違う、また間違った。違う、みのりん。さっきがはるちゃん。みのりん。もうリハビリやな私これ。みのりんですね、間違いないですね。横浜市のラジオネームみのりんさん。はいはい、そうです。さっきごめんね、初めて聞いた時びっくりしたでしょ。いや、今ラジオ、ラジコで聞いてまして。あ、じゃあタイムフリー、あ、じゃあラジコとかちょっとタイムラグがあるんだ。あ、そうか。先に出られた方にみのりんって聞いてらっしゃるから、うん、あれ私みのりんって応募したなとかって思ってて。そうなのよ。あの、この一人に対して、一問に対して二人のあの候補者がいて、はい、電話出ない時にやるんですよ。そう、それで、その1の2を先に読んじゃって、はい、で、本当は2問目は違う人だったんだけど、私がもう読んじゃったから読まなかった。だから逆にラッキーですよ。そう、いい、ある意味考え方ですけど。そう、じゃあみのりんさん、はい、ね、結果よかった。でもみのりんさん、まだ1枚ゲットしたわけではありません。はい、そうです。いいですよ、もうあこさんとお話できただけでも。何を何を何を、当ててください。じゃあいきますよ。はい、問題です。はい、週刊和田スポでジャニーズのユニット、はい、トニセンのツアーの話題をお伝えしました。はい、その際、はい、残念ながら、まあ、解散した同じ元 V6 の派生ユニット神仙の名前が出ましたが、はい、アッコさんはそれを思いっきり間違えました。はい、神仙のことをアッコさんは何と言ったでしょうか。はい、1番イカ仙、2番エビ仙、はい、3番濡れ仙、4番
カニ線4択です。さあみのりん、今の問題の答えは何番？はい、4番です。正解です。よかった、よかった。信じられないです。いやもうね、みのりん、はい、もうね、あこちゃん疲れた。そうね、うん、当たってよかった。最後に油汗出ちゃいましたよね、あなた。油汗本当に最後なんと緑に気遣われるという。でも結果ほら、ラジコだとタイムラグがあるから、みのりんって名前も分かって自分やと思って待てるしね。そうなんです。ちょうどラーメンが今茹で上がったところでどうしようと思ってたら、ラーメンが茹で上がった。ラーメンが茹で上がった。1万円とどっち取る？ラーメン伸びていいです。あ、そうですね。おめでとうございます。おめでとうございました。ということで、お元気で、はい、お元気でどうぞ。以上、はい、今日はお二方とも見事正解。以上、クイズあこちゃんに叱られでした。はい。